カンフランクは、スペインアラゴン州、ウエスカ県のムニシピオ。アラゴン語では、カンフランだが、スペイン語名が公式名である。ピレネー山脈の山麓にあり、スペインフランス国境に近い。カンフランク地区の 4km 北、エスタシオンでカンフランク地区には広大なカンフランク国際駅があり、ポイコールカンフランク鉄道線を走る列車は、国境のソンポルト峠を越えて、 最初にカンフランク国際駅に停車する。アラゴン王三蝶一斉によって1080年から1090年の間にカンフランクの町が建設された。この町はスペインフランス国境を保護したり関税を徴収する役目を担っており、墓大制度に対して寄進を行っていた。1288年10月29日には、 イングランド王エドワード1世とアラゴン王アルフォンソ3世の間でカンフランク条約が結ばれ、アルフォンソ3世の父ペドロ3世によって、投獄されていたナポリオ・カルロ2世が釈放された。聖典の聖母教会カンフランクの自治体域の面積は71.6平方キロメートルであり、主にカンフランク地区とエスタシオンでカンフランク地区からなる。いずれもアラゴン川の盆地にあり、 カンフランク地区の標高は1040メートル、エスタシオンでカンフランク地区の標高は1190メートルである。2016年の自治体人口は543人であり、カンフランク集落の人口は77人、エスタシオンでカンフランク地区の人口は454人である。標高1040メートルにはカンフランク地区がある。カンフランクという地名はフランチ市の敷地に由来する。 元々は小規模な市場町であり、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路のアルルの道を歩いて、ピレネー山脈のソンポール峠を越えた巡礼者に、峠を越えて最初の宿泊場所や食事を提供していた。カンフランク地区には巡礼者のための橋、聖天の聖母教会などがある。カンフランク地区は1617年と1944年に大火に見舞われている。 1915年に建設されたカンフランク鉄道駅1928年に開通したポーイコールカンフランク鉄道線はスペインのサラゴサとフランスのボルドを結ぶ鉄道網の一部でありサラゴサ近郊で生まれてボルドで死去したフランシスコデゴヤにちなんでゴヤ線とも呼ばれるカンフランク国際駅はこの路線の運行開始と同時に開業したこの路線は サラゴサを出発すると、サビニャニゴ、墓、カンフランク、ソンポール鉄道トンネル、オロロンサントマリーを通って、ポーに至った。1970年3月20日には、ポーからカンフランクに向けて走行していた列車が、フランスのセットエギュン付近で橋梁を破壊する事故を起こし、この時をもって、旅客営業を終了した。1985年には、貨物営業も終了していたが、 2000年代半ば以降には運行再開の試みがなされ、2016年にはフランスの一部区間で列車の運行が再開された。カンフランクからスペインフランス国境を越える区間は運行が再開されていないが、カンフランクからオロロンサントマリーまでの区間に国際バスが運行されている。カンフランク鉄道駅とアラゴン州の州都サラゴサの間には定期列車が運行されている。 ありがとうございます。